米国女子、イスプスハンダスコットランド女子オープン3日目、17日、ダンドナルドリンクス、スコットランド、6563YD、パー72、前日2日目のホールアウトから、まだ12時間も経っていない。前組1番スタートの1ウェイで行われた3日目を早朝に出た畑岡奈紗は、いきなり2連続バーディを決めた。特に右から5メートルほどの距離をガツンと放り込んだ2番が気持ちいい。 昨日までカップに届いていないことはなかったんですけど、最後に寄れて入らないことも多かった。少しポアナのこのグリーンだと、ちょっと強めに打っていかないと。あれくらいの距離が決まってくれると、流れよく回れますよね、とうなずく。二度もバンカーに捕まった3番、パーゴでボギーを喫したが、スコアを落としたのはこのホールだけ。さらに4バーディを追加する、67。 で1アンダーまで伸ばし、順位も53位から19位に上げた。